足利尊氏はどんな人？日本一いい加減な源氏の棟梁が幕府を開いちゃった。鎌倉幕府と江戸幕府に挟まれ、中途半端さが否めない室町幕府。大体室町時代は前半南北朝と重なり、後半戦国時代とかぶり、純粋に室町時代だけの期間は100年くらいしかないイメージです。そんな室町幕府を開いたのが足利尊氏ですが、この尊氏、日本一のいい加減将軍であり、室町幕府もそんな尊氏のいい加減さを引きずり、中途半端な幕府になってしまいました。鎌倉幕府の名門、足利尊氏の次男として誕生。足利尊氏は河内源氏吉国流足利氏本家の8代目棟梁、足利尊氏の次男として誕生。歴代当主の慣例に従い、当時の執権北条高時の偏気を受け、尊氏と名乗りました。ちなみに尊氏が尊氏と改名したのは、後醍醐天皇の名前の尊治から偏気を受けたもので、鎌倉幕府が滅んで後のことです。後世に編纂された南太平記では、尊氏が産湯を使った時に2羽の山鳩が飛んできて、1羽は尊氏の肩に、もう1羽はお湯をかける柄杓に止まったという話があります。何かの随調なのかもしれませんが、よくわかりません。中途半端ですね。15歳で従五以下に除して、自分の大夫に任ぜられ、北条家以外の御家人では圧倒的に優遇されているスピード昇進でした。さらに尊氏は北条氏の有力者赤橋盛時の妹、赤橋東子を正室に迎えます。赤橋盛時は鎌倉幕府最後の執権にもなっていて、尊氏の前途は順風満帆でした。足利尊氏系図。足利尊氏について述べる前に、尊氏がいかに鎌倉幕府において名門だったかを見てみます。足利氏は河内源氏の3代目の棟梁、源義家の三男、源義国を最初とし、下野国の足利の将を本願として、次男の源義康以降の子孫が足利を称します。この義康は鳥羽上皇の北面の武士を務め、保元の乱においても平清盛、源義朝と共に戦い、その子足利義康は治承4年の源頼朝挙兵に参加して、自称寿永の乱、奥州合戦に参加、さまざまに手柄を立て続け、鎌倉幕府の有力御家人としての地位を固め、御門要として源氏将軍家の一門的地位につきます。そして三代足利義氏以降、上総三河の守護職を務め、三河足利氏、吉良氏、足利尾張氏、芝氏、細川氏、三月氏、一色氏、畠山氏、今川氏など、室町から戦国にかけてよく名前が登場する支流文系を出し、大いに繁栄しました。源氏将軍が滅亡して執権北条氏が政権を取った後も、婚姻や偏気を通じて良好な従属関係を維持していき、途中に鎌倉幕府に無断で出家した4代の足利康氏や、下月騒動に関連して殉死した6代足利家時もいますが、執権北条氏の信頼を損ねることなく、8代目の尊氏まで鎌倉幕府の有力御家人であり続けました。そんなわけで足利尊氏は鎌倉幕府としても絶大な信頼を受ける名門だったのです。足利尊氏やったこと。では足利尊氏は何をやったのでしょうか。ざっくりと言うと、鎌倉幕府の倒幕を図って2度もクーデターに失敗していた後醍醐天皇を助け、鎌倉幕府を滅亡させたのです。元寇3年、昭慶2年、1333年に後醍醐天皇は流罪先の沖を脱出し、伯耆の国戦場山に籠城しました。この時尊氏は病気でしたが、再び幕命の命令を受けて西国の倒幕勢力を鎮圧するべく、名越高家と共に司令官として上洛します。ただ幕府は尊氏に不信を抱いていて、尊氏が妻東子と嫡男千住王義明を帯同しようとすると、幕府は人質として2人を鎌倉に残留させました。そして名越高家が初戦で戦死し、後醍醐天皇の誘いを受けた尊氏は幕府への不信から天皇方につくことを決意、所領の丹波の国篠村八幡宮で反幕府の兵を挙げます。尊氏は
諸国に軍勢催促状を出し、天皇の旗に集うように呼びかけ、有力御家人が続々と参加。さらに播磨の赤松延伸、近江の佐々木道与らの反幕府勢力を糾合し、高氏は5月7日に幕府出先機関六原短大を滅亡させました。同時期に関東では神津家の国御家人である新田義貞を中心とした反乱が起こり、鎌倉を制圧して幕府を滅亡に追い込みます。こうして見ると高氏は時勢を見る目に長けた極悪人のようですが、すでに北条氏の政治は腐敗し、御家人の困窮と没落を尻目に多くの領国を北条一門で独占、御家人の不満を一身に集めていました。高氏は幕府崩壊の引き金を引いただけで、幕府が滅びるのは時間の問題だったとも言えるでしょう。足利高氏、幕府を開府。鎌倉幕府を滅ぼした高氏は後醍醐天皇より勲功第一として従四位下に叙され、鎮守府将軍左兵衛の神に任じられ、全国に30カ所の荘園を与えられ、元寇3年昭慶2年1333年8月5日には従三位に昇叙します。しかし高氏は建武政権では自ら要職にはつかず、家臣を政権に送り込み、間接的に政治に関与する方法を採用します。これには後醍醐天皇が高氏を煙たがったという見方と、高氏が建武政権と距離を置いたとする双方の見解があります。建武2年1335年、信濃の国で北条高時の遺児北条時行を擁立した北条氏の残党が中仙台の乱を起こし、鎌倉を一時占拠する事態になりました。高氏は後醍醐天皇に征夷大将軍の官職を望みますが、高氏の幕府開府を恐れた天皇は許可せず、8月2日天皇の許可のないまま軍勢を率い鎌倉に向かいました。天皇は高氏をコントロールできなくなることを恐れ、やむなく征討将軍の称号を与えます。こうして高氏は鎌倉から落ち延びていた弟忠義の軍勢と合流、相模川の戦いで北条時行を撃破し、8月19日に鎌倉を回復しました。ここから高氏は帰還しては危ないと主張する忠義の意見を入れて鎌倉に留まり、戦争で功績のあった御家人に独自に恩賞を与えるようになります。もちろん後醍醐天皇は勝手なことをするなと叱りますが、高氏は無視しました。今度は天皇を裏切ったかに見える高氏ですが、建武の新政は後醍醐天皇に近い武家や公家に手厚く、実際に鎌倉幕府を倒すのに骨を折った御家人に恩賞は行き渡りませんでした。その御家人の不満の受け皿が武家の足利高氏だったのです。高氏、後醍醐天皇に嫌われ衝撃で出家を決意。もちろん高氏の幕府開府など後醍醐天皇は認めません。激怒した天皇は新田義貞に高吉親王を伴わせて高氏討伐を命じ、欧州からは北畠顕家も南下を開始しました。天皇の怒りにびっくりした高氏は赦免を求めて隠居を宣言、寺に引きこもり断髪します。いやいや、ここまで来たらもう遅いだろうと思いますが、高氏は思い込むと現在状況がまるで見えなくなって、全てを自分に都合よく捏造する癖があり、それはメリットにもデメリットにもなりました。しかし弟の忠義や執事の諸直の軍勢が各地で劣勢になると、高氏は彼らを救うべく天皇に逆らうことを決意します。こうして高氏は新田軍を箱根竹の下の戦いで破り京都へ進軍。その間に持明院等の黄金上皇と連絡を取り、反乱の正当性を得る工作をしました。建武3年1336年正月、高氏は京都に入落し、後醍醐天皇は比叡山に引きます。ところが高氏軍は奥羽より上洛した北畠顕家、楠木正成、新田義貞に敗北、篠村八幡宮で京都奪還を狙いますが、途中新田軍に大敗、京都を放棄し九州に下りました。大勝利した天皇方ですが、ここで楠木正成は勝った天皇方の御家人から高氏を慕い脱走する兵士が大勢出ていることを目撃。建武の新政はこのままでは破綻すると危機意識を持つようになります。人気絶大な足利高氏は
小児頼久の迎えを受け、天皇方の菊池武俊を破り、大友貞頼などの天皇方勢力を駆逐。京都に攻め上る途中に黄金上皇の院宣を獲得して西国武士を集め、5月25日に湊川の戦いで新田義貞、楠木正成の軍を破り、6月には再び京都を制圧します。逆転大勝利した尊氏ですが、またこの場面で隠居したいという頓性願望が出現しました。そして比叡山に隠れていた後醍醐天皇の顔を立てる形で和議を申し入れ、天皇はこれを受けて黄金上皇の弟光明天皇に神器を譲りました。尊氏は建武式目17条を定め、政権の基本方針を示し、新たな武家政権の樹立を宣言します。こうして室町時代が始まりますが、尊氏の10倍面倒くさい性格である後醍醐天皇は京都を脱出して吉野へ逃れ、譲った三種の神器は偽物ですよーだと言い出し、独自王朝を樹立、南朝。ここに室町幕府開府早々南北朝の騒乱が幕を開けました。さらにぶっちゃけますと、尊氏が生きている間に南北朝の騒乱は収まらず、孫の義満の時代まで60年以上も継続します。足利尊氏、弟忠義と争う。南朝との戦いは後醍醐天皇の死後、足利方が優位に戦いを進め、北畠顕家、新田義貞、楠木正成など南朝方の名将が次々に戦し、大きな脅威とはならないほどに弱体化しました。新政権において尊氏は政務を忠義に取り仕切らせ、自身は軍事指揮権と恩賞権を握り、武士の統領として君臨します。ところが二分した権力は徐々に幕府内部の対立を呼び、河野諸直らの反忠義派と忠義派の対立として表面化、官能の上乱が勃発しました。尊氏は当初どちらにもつかず中立的立場を取っていました。最初忠義が諸直を襲撃しますが、それを察知した諸直側の反撃を受けます。敗れた忠義は尊氏邸に逃げ込み、尊氏の屋敷を諸直の兵が包囲しました。諸直は尊氏に忠義引退を求め、忠義は出家し政務を退くこととなります。ところが忠義引退後、尊氏諸子で忠義の養子の忠冬が九州で忠義派として勢力を拡大。尊氏は忠冬討伐のために中国地方へ遠征します。すると忠義は京都を脱出し南朝に降伏、忠義派の武将たちもこれに従います。諸直の要請で鎌倉から京都に呼び戻された足利義昭は、忠義の勢力が強大になると劣勢となって京を脱出。尊氏も京都に戻ろうとしますが、光明寺合戦や内出浜の戦いで忠義に敗北しました。ここで尊氏は河野諸直と諸安兄弟の出家流罪を条件に忠義と和睦します。尊氏は諸直兄弟と共に京に戻りますが、出家姿でみすぼらしい二人と一緒に上洛するのは見苦しいと言い捨て、自分から離れて歩くように命令を出します。諸直兄弟は尊氏に見捨てられ、護送中に上杉義則により殺害されました。勝利者の忠義は義明の補佐として堂々と政務に復帰します。ところが諸直兄弟を支持した尊氏は全く悪びれず、むしろ以前よりも尊大に忠義に対して振る舞うようになります。この理解不能な尊氏の行動は、すでに紹介した通り、尊氏が自分に都合のいい方に全ての物事を捏造した時の癖でした。尊氏は妄想力で忠義と喧嘩して負けたのは諸直兄弟だけであり、俺は無関係、もともと中立と思い込んでしまったのです。忠義からすれば、ありのまま今起きたことを話すぜ。俺は南朝に降伏して援助を受け、諸直と兄尊氏を攻撃して破った。そして諸直兄弟を処刑して兄を京に呼び戻した。だが兄貴はまるで自分が勝ったかのように論功交渉に口を挟み、俺の家来を脅すようなことをしたんだ。何を言ってるのかわからないかもしれねえが、俺もわからねえ。だがこれは断じてはったりじゃねえ。もっと立ちが悪い尊氏ワールドを感じるぜ。こんな
上々な感じだったのではないでしょうか。しかも高氏の妄想力は次第に他の御家人にも伝染していき、高氏派に終始替えする御家人が続出。忠義は勝利したにもかかわらず、忠義派の御家人が殺害されたり暗殺されたりする事件が頻発。テロの圧力で再び政務からの引退を決意しました。やがて高氏は忠義追討で南朝と連携し、追い込まれた忠義は京都から逃亡、捕らえられて鎌倉に幽閉され急死します。高氏による毒殺とも言われます。子孫に課題を山積みし、高氏死す。忠義を滅ぼした後にも高氏に安寧の日々はありませんでした。南朝は室町幕府の騒乱を見て和睦を放棄。宗義親王、新田義興、義宗、北条時行が退去して鎌倉に押し込んできます。高氏は武蔵の国へ退却。すぐに反撃し、関東の南朝勢力を破って鎌倉を奪還します。一方で畿内でも南朝勢力が高氏の子の義明を破って京を占領。北朝の高厳、光明、須高の三条公と皇太子直人親王を拉致し、足利政権の正当性に危機が発生しました。義明は近江に逃げた後、八幡の戦いで京都を奪回。さらに佐々木同様の策謀で呉光厳天皇擁立に成功。かろうじて北朝が復活します。しかし今度はその佐々木同様と対立し、南朝に下った山名時氏と楠木正則が京を襲撃。義明はまたも敗れて京都を離れます。高氏は義明の救援要請を受け京へ戻り、義明と共に再び京都を奪い返しました。昭平9年、文和3年、1354年は旧忠義派による京への大攻勢を受け、高氏は京を放棄。なんとか忠冬を撃退し京を奪還しますが、忠冬を打ち漏らしました。高氏は九州の島津諸久の要請に応じ、自ら忠冬や畠山忠明、金長親王討伐のため九州下校を準備しますが、義明の反対で取りやめます。昭平13年、延文3年、1358年4月30日、足利尊氏は京都二条までの高時代で皇居。死因は背中の腫れ物であるようです。尊氏は戦上手な割に京都も鎌倉も保持できず、子孫に南北朝の騒乱の解決を押し付けていってしまいました。足利尊氏の性格。さて、こんないい加減な足利尊氏ですが、御家人にはカリスマ的人気がありました。高氏と交友があった前僧無双祖籍は高氏の性格的な特徴を3つにまとめています。一つは心が強く、合戦でどんな苦境にあっても口元には笑みを浮かべており、死を軽んじて少しも性に執着しなかったこと。二つ目は慈悲心が強く、人を恨むということを知らず、多くの仇敵でさえ許し、しかも身内のように扱う寛大な大将であったこと。三つ目は金銭に執着する心がなく、金銀でもゴミを捨てるように部下に恩賞として与えてしまい、少しも惜しまず気前の良かったことです。特に恩賞については手柄を報告しに来た御家人にその場で土地を与える下し踏みを下す、いわゆる現生主義であり、高氏に従い発奮しない武士はいませんでした。ただ金銭に執着しない高氏は恩賞もどんぶり勘定であり、一つの荘園を複数の御家人に与えてしまい、それがたびたび続いて100年先まで幕府を悩ますなど、やはりいい加減さとは切っても切れません。また死を恐れないという美点も、危機になるとすぐに腹を切ると言い出すなど、デメリットとしても時折作用しました。日本史ライターカワウソの独り言。源頼朝や徳川家康と違い、足利尊氏は室町幕府の開府後も延々と南朝や弟の忠義派の反乱、あるいは佐々木同様のような有力守護大名と他の守護大名との反目に振り回され、盤石な基盤を残せないままに死んでしまいました。室町時代が前半を南北朝、後半を戦国時代に取られて単独の時代は100年程度しかないのも高氏の責任が大きいと思います。それでもあれだけ京都鎌倉を追われてもちゃんと返り咲くのはさすがと言ってよく、
人間諦めなければ何かを成し遂げられるものだなと感心してしまいます。また恩賞を大盤振る舞いしたせいで室町幕府はとにかく多額の恩賞で守護大名を釣る方針になり、努力すればでかい恩賞の実力社会を築いたのも高氏の功績の一つかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。